はいどうも、さかねダブルスニッキーです。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、火曜日は試合の日ということでね、試合の様子を見てもらいたいなと思っております。で今回なんですけども、ドクター巨頭ではなくてドクターチルドレンのね、成長を見てもらいたいなと思っております。かなりレベル上がってます。やっぱりですね、ドクター巨頭の下でですね、ダブルスの練習をするとかなりレベルアップするっていうところをね、お届けできたらいいかなと思っております。かなり内容は濃いくね、なっておりますので、ドクター巨頭今喋りながらでもね、テンションがかなり上がってます。皆さんもですね、結構役に立つような試合運びとかですね、まあ試合の展開とかになっておりますので、ぜひね、最後まで見ていただけたらいいかなと思っております。まあいろんなね、点でリプレイ等もしてるんですけども、まあ右手前が中に、で、左手前が佐藤、で、右奥が小場、で、左奥がですね、まあ動画にはね、ちょこちょこ何回か出てるんですけども、今回からね、まあ試合がっつりとちょっと映ってますので、あだ名をね、富士ということでね、やっときたいなと思っております。かなりですね、4人、まあドクターチルドレンの中でもまあトップ4と言っても過言じゃないレベルのね、メンバーなんですけども、まあその様子をね、見ていただけたらいいかなと思っております。まあ見どころとしてはですね、中にのサーブと小場のサーブ、まあこの2人はですね、かなりまあ何回も出てますので皆さん分かってると思うんですけども、この2人のサービスゲームで、あとは佐藤と藤井のサーブ、そこまで速くないんですけども、どういう流れの時にどういうサーブを打つのかっていうのもね、ちょっと喋れたらいいかなと思っておりますのでね、ぜひ参考にしてみてください。この動画がね、良かったと思ったら高評価とチャンネル登録と通知の方もよろしくお願いします。概要欄にインスタグラム、ツイッター、公式 LINE、サブチャンと貼っておりますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。そしたら見ていきましょう。本編スタート。さあそしたらね、試合の方を見ていきたいなと思っております。第1ポイント目、このポイントまずすごいいいのが詰まってるので皆さん見てみましょう。しっかりと佐藤と中にがケアしていく、で小場と藤がかなり攻めていってるような形ですね。最後はグランドスマッシュをツドンと決めていく。ちょっとこれリプレイ見てみましょうか。基本的にはですね、今回はあんまり止めたりとか、まあ何箇所かはあるんですけども、あんま基本止めないようにしていきます。さあ、小場がしっかりとね、サイドついていく。で、これもサイドついていく。ここは、ロブでかわしたけど甘かった。これね、皆さんこれ覚えてほしいんですけども、これサイド振りましたよね。主導権を握っているのは小場と藤なんですよ。いわゆる中にと佐藤はしっかりとケアしてるんですが、大体のね、ボールの配球が内寄りに寄ってるんですね。そうなってくると、やっぱり小場と藤の方が有利になってくる。まあ、いわゆるこう、シングルスコート内でやってるか、ダブルス、まあ、アレーコートも使ってやってるかっていうのがね、かなり、目立ったポイントじゃないかなと思っております。まあ、最初のポイントがですね、かなりこういうね、激しいポイントラリーになったので、もうこの瞬間みんなね、かなり集中が入りましたね。レベル差で言えばですね、正直言うと、小場と藤、藤は初めて、まあ、試合で動画出るんですけども、かなりレベルが高いです。しっかり締めるとか締めれる、まあ、ボレーもね、ストロークも知識のあるような形になるので、右手前ですね。かなり面白い試合になるんじゃないかなと思っております。さあ、このポイント、佐藤のいいプレイですね。しっかりと中にのサーブ、ボディついてって足止まったところを、ちゃんとアングルでポンと落としていくと。まあやっぱりですね、小場のサーブ、まあ左手前の小場、今サーブ打ってる中にのサーブは、やっぱりね、サービス力がまずあるので、やっぱここのポイントゲームっていうのは絶対取っていきたいなっていうのがありますね。終盤、まあ中盤から終盤にかけてですね、この二人のゲーム、どっちかがキーゲームになってきますので覚えておいてください。さあ、11、富士サーブ。いいサーブボディ入れていきましたね。小場ちょっと、アングル狙ったちょっと押してしまったような形なのでサイドアウト。さあ、いいサーブ入れていく。いいリターン打っていく。さあ、ここのね、ポイントちょっと見てほしいんですが、ここはワンポイントアドバイス。皆さん覚えておいてください。富士の動作にご注目。さあ、佐藤がしっかりリターン深めに打っていく。富士もしっかりと打っていく。まあ、画面外から出てまた前に戻ってくるんです。この瞬間、また、下がったんですよね。こうやって下がりながらストレートを打つとね、やっぱね、力が足りなくなるので、もし今ので選択肢として持つのであれば、クロセターポーチ引っかかるなと思うのであれば、少し高さを出すのが一番偉いかなと思います。まあ、ロブまではいかなくてもね、中ロブ系を狙うのが一番ベストかなと思います。さあ、ここもラリー続いていく。
いいラリー戦ですね。やっぱいいですね。佐藤もかなりレベルが上がってきてるんでね、ミスはなかなか簡単にはしないですね。さあここで、富士サーブ30-40。さあリターンしっかり押していってスライス、ここ富士のセンターちゃんとついていた。ここはね、中にがちゃんとケアしてないのがちょっともったいなかったですね。さあここのダブルフォートめちゃめちゃもったいない。やっぱりですね、あの男性でかもう序盤でブレイクされるのって一番、まあ裏を返せば気は楽なんですけども、あの終盤にまあとりあえずまだまだブレイク1回ぐらいできるやろうみたいな形は取れるんですけどね、そこら辺はちょっとやっぱなるべく取られた方がいいですね。さあここリプレイ。さあこの瞬間サイドにね、コバがリターン打った瞬間、この富士のショットいいですね。ナチュラルにハの字。やっぱりダブルスはハの字が一番決まるっていうのは皆さん覚えておいてください。さあ佐藤サーブラブ30。さあここはいいサーブですね、15-30。さあしっかりボディついていってファーストボレー。コバのストロークエグいんでね、なかなかコントロールするのが難しい、かなりいいロブ。さあ15-40。さあコバ富士からしたらすぐブレイクバックしていきたいところなので、ここはイージーミスのリターンはしたくないところですね。さあ30-40。さあしっかりとボレーカットしていく、いいですね。ここいい、佐藤の動きはめちゃめちゃいいけど、コバがかなりの破壊力。さあここでタイに戻って2位ですね。やっぱりここでまあコバ、中に、まあ今さっききっかけを取ったのはまあ中にと佐藤だったので、本来だったら佐藤サーブをキープして 3-1 にしたいところだったんですね。でコバのサーブ取れなくてもいいかなと思っているところが一番ベストなのかなと思います。でやっぱりね、サーブがいいと何をしないといけないか皆さん覚えておいてください。サーブのいいペアと組んでるときは結局は今富士がほとんど全部決めたんですね。なのでここでコバがやっぱりいいサーブ持ってるので、もしあそこで富士が2回に1回失敗してたら、いいサーブっていうのに30オールになるんですよ。なのでしっかりと決めきるところは偉いですね。皆さんもそこはご注意ください。ペアがねめちゃめちゃいいサーブの時はやっぱ前がかなり稼働しないといけないっていうのは覚えておきましょう。さあ中にのサーブ40ラブ、いいサーブですね。さあファーストボレーしっかりついていく。で、ここは中にのボレー。ここはリプレイ見てみましょう。中にの自己満。めちゃめちゃいい動きしましたね。ファーストボレーしっかりついていく。コバもアングル狙ったんですが、スピードが速すぎたですね。なので、富士の判断ミスで、中にはしっかりストレートに決めていく。さあ、3オール。さあ、ここでもうそろそろどこかでブレイクしたいところですね。中盤に差し掛かったところ。さあ、しっかり佐藤と、富士のラリー戦。ここは中にがしっかりとボレー決めていく。さあ15オール。いいですね。やっぱりいい深さのリターン。さあここでいつ前に入っていくのか、ここはちょっとタイミングミスしましたね、中にがね。さあいいサーブ入れたけども、さあこの中にが滑ったけども、ここの佐藤の動作がめちゃめちゃ良かった。あそこでですね、中にがちょっと足滑らしたんですけども、ストローク打った瞬間に富士が下がったのを見て、しっかりと前にもう入っていくような形ですね。さあいいケア、いいアプローチ。ここセンター中に絡めたんがちょっともったいないかなと思います。さあめちゃめちゃいい、いいですね。まあやっぱああやってね、上手くなってくるとやっぱりラリーは長くなっていく、レベル差がない証拠ですよね、この4人がね。さあここしっかりコバ決めたいところですが甘い。さあストロークでしっかりアプローチ、ロブが、上がりきらずでしたね。さあデュースノアド。さあボディ系、これねコバめちゃめちゃ惜しかった。これもラケット投げるのはもうほんまに気持ちはわかります。あそこでもうパターン的には、コバと富士がね先手を取っていて、もうかなり決まるような形なんですけど、ちょっと思ったよりも低かったですね。ああいうところっていうのは運が向いたって感じですね、手前がね。さあここでのサービスキープを絶対していきたいところなんですが、いきなりブレイクチャンス、ラブ40でダブルフォルト。なんか今のちょっと流れがもったいなかったですね。さあフォール、まあ本来であればここで 5-5 になる流れですよね、自分たちの中ではね。コバのサーブをキープで中にのサーブもキープっていう形ですね。さあここリプレイ見てみましょう。
今さっきの 1,2 回、これ3回目のコバのサーブなんですけども、やっぱりここで中にと佐藤がしっかりと、知識がついてきたので、ダブルスの対応してきたので、やっぱ2バック取りましたね。これめちゃめちゃ偉いですね。でリターンをまず返った瞬間前に走る、まあしっかりとねラリーがついた瞬間前に走る2バックの状態からっていうのが偉いですね。まあここはナイスサーブ、さあ15オール。そうなってくるとポイントをまず重ねるという作業が、できるんですね。なので無理して前に前にじゃなく、なんかしっかりと確実に取っていくと。さあさておる。そうするとですね、こうやってポイントが競るんですよね。なのでそれをまず狙っているっていう形です。まあもちろんさ、最悪全然ブレイクできなくてもいいと思っておいてください。さあここで藤野もったいないポイントで、コバのダブルフォルト、これはめちゃめちゃもったいなかったですね。ここは確実に入れていきたいところです。攻めるよりも入れたいところですね。なんでかっていうと、次の対戦、次が中にのサーブで、かなり強いっていうのは分かってるので、今のサーブはダブルフォルト。まあ、失うんだったらちゃんとプレイをしながら失った方がいいのかなと思います。さあ、ここしっかりボレー沈めていく。最後はフィニッシュ決めていく。さあ、向こう、中に里から30-15。このリターンいいですね。ただ佐藤がいい反応してボレーちゃんと決めていく。これね、ダブルスこれちょっと面白いのが、終盤になってきた時にしっかり攻めている、攻めている手前がね、やのにちゃんとボレーが固くミスしなければストローク側がどこに打てばいいかわからなくなるんですよね。これ終盤マジックです。なので平行陣を取ってちゃんと固く打てるのであれば、やっぱこういう形は強いですね。頑固もしロブ打ったらええやんって思うかもしれないですけども、客観的な意見やと思っといてください。さあこれでね、中にと里の、勝ちでゲームセットと。まあ今ねこれ皆さん見ていただいたんですけども、まず重要な点っていうのは何なのかっていうと、まあこのゲームね、この試合であればサービス、まあ自分、まあ今言ったら中にと小馬がサーブがすごく良くて、で藤と里はどっちかといえば確実なプレーをしていくような、まあ言ったらお互いこう実力はもう大異なような形なんですけども、その中でですね、やっぱりワンブレイク、特に強いサーブの人の時にブレイクされると流れは一気に持っていかれますね。なのでそういう時に一番重要になってくるのは、サーブを打つ時のペアの動作になってきます。いわゆるまあポーチ、仕掛けたりとかフェイント仕掛けたりとかっていうね、そういう細かい動作がねかなり役に立ちますので覚えておいてください。で、もう一つはですね、やっぱり何回もサーブを繰り返していく中で、4ゲームに1回いいサーブが回ってくるとしたら、やっぱりどこかで対応していきたいところ。まあ、今やったら、勝った中にと佐藤でしたら、3回目のコバのサーブの時に、いわゆる2バックを取った。もうこれめちゃめちゃ偉いですね。やっぱそういう風にして対応していくっていうのをね、覚えておいてください。皆さんもですね、対戦相手がサーブがいいとか、まあリターンがいい人ってなったらね、やっぱそこでこう無理やり前に入ったりだとか、無理やりこうなんかね、打ち込んだりとかってすると、やっぱどうしても失点につながっていきますよね。皆さんご注意ください。この動画がね、少しでもためになったと思ったら、高評価とチャンネル登録と通知音の方もよろしくお願いします。そしたらね、もう早々時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。